ただいま過分なご紹介いただきました慶應義塾大学の佐々木隆弘です。どうぞよろしくお願いいたします。聞きづらい声なんですけども、花粉症でさらに喉をやられてしまいまして、お聞き苦しい点をお許しいただきたいと存じます。それでは本日は和本のポテンシャル、教材としての古典籍利用の可能性として題してお話しさせていただきます。最初に若干の自己紹介と宣伝みたいなものをさせていただきますが、私が所属いたしております附属研究所指導文庫というところは、簡単に申しますと漢字を使っていた国々の書物を研究する研究所です。その詳しい説明についてはホームページ等をご覧いただければと存じますけれども、現在専任教員が6名おりまして、私もそのうちの1人で、私自身は日本の書物を専門にしているのですけども、先ほどもお話ししましたように指導文庫には漢字を使っていた国々、すなわち日本のほかにもちろん中国、朝鮮半島、そしてベトナムの本も数多くあります。これらをこう比較の視点で見渡すということが日本の書物の理解にも大変役立っているというところで、いろいろ気づいたりしたことがありまして、それらをこうお話しするようになっております。で、先ほどもご紹介いただきましたけれども、その日本の古典籍和本がですね、海外の大学の図書館であるとか美術館、博物館にも多く所蔵されているということは、広く知られているところでもありますけれども、それらの調査で参上をした際にですね、その当然現地の方々もその和音について詳しく知りたいというふうに思っておられるというようなこともこうひしひしと感じましたし、またもちろんその所蔵しているところで活発に研究教育に利用されることが望ましいことでもありますので、それでこうその現地でですね、和音について説明するような催しというものを開催させていただきました。それがきっかけとなって、こう次々にお家でもというような形で声をかけていただきまして、今映っておりますようなその北米、ヨーロッパなど、中国等でも催しましたけども、そのようなワークショップでお話しさせていただく機会を多く持ってきました。で、また最近は新型コロナのせいで現地に伺うことができなくなっておりますけども、またこのようなそのオンラインの形式で引き続いて開催することもできております。で、またちょうど折しもですね、そういうワークショップを開催していた頃に、今世界的に流行になっておりますそのオンラインのによる教育ですね、MOOC とか MOOCs とか言われるマッシブオープンオンラインコースの企画というものが慶応でも立ち上がりまして、そのイギリスに本部を置くフューチャーラーンというプラットフォームで、日本に関するコースを公開しようという話になったときに、それまでの経験もございますので、和本についてのコースを作れば、それなりに迎え入れてもらえるのではないかということを提案いたしまして、今映っておりますような、ジャパニーズ・カルチャー・スルー・レア・ブックスというコースをまず作りまして、こちらを2016年7月に公開し、定期的に公開続けているんですけども、現在までに世界170カ国近くの2万5000人を超える登録者があります。世界の人口の2万5000人って微々たる数かもしれませんけども、和本だけでこれだけ登録していただけるというのは正直驚きでした。また続編という声もありましたので、The Art of Wash Paper in Japanese Rare Books というコースを2018年7月に公開し、こちらも6700人を超える登録者があるというような形であります。で、これらの特色は私ビデオで日本語でお話ししたりしているんですけども、そのビデオにも英語字幕がつき、またテキストは英訳されたものを提供するということで、英語だけで学べるというところが強みといいますか、世界で受け入れられる要素になっています。で、また逆に日本人の方の受講者が少ないということで、日本語で学べるコースも公開しておるのですけども、こちらは正直今一つ伸び悩んでいるというようなことではありますが、こういう
ことで、その、まあ、いろいろ和本についての魅力を発信し続けてまいりました。で、私自身は、まあ、その研究所の所属であったりもしますので、あまりその授業も多く持っておりませんし、また日本国内でもあまり活動してないような部分もあるんですけれども、付属校、この慶應義塾の付属中学高校のこう和本の見学会なんかはもう何十回も引き受けさせていただいておりますけれども、幸いにですね、江戸川区にある子ども未来館というとても素晴らしい施設があるんですけども、そちらの方で声かけていただきまして、結成ビブリオ団という企画の昔の人はこんな本を読んでいたというお話を毎年1回修復士の佐々木志乃さんと一緒にさせていただいておりまして、小学生の4年生から6年生を対象としてですね、和本について直接触っていただくって、またいろいろワークショップをするというようなことを行ってきております。でちょっとご紹介したいのは、これは佐々木志乃さんのそのアイデアといいますか、なさっておられることなんですけども、まあ、和本、また後でもお話ししますように、和本はこう和紙というものが重要な存在になるわけですけども、その和紙の特性を知ってもらうために、その現在作られている和紙と、それからまあコピー紙などの今一般に使われている用紙をそれぞれ用意して、子どもたちにそれをこう裂いてもらうというようなことをしてですね、その和紙が今いかに裂きづらいものであるかというようなことなんかも、その肌触りと一緒に経験してもらうということもしていただいてるんですけども、これはとても子どもたち この驚きの表情というものをいつも私もまあ、嬉しく感じているところですので、ご活用いただければとも思ったりもします。でまた実際その和紙で小寄りを寄ってもらって、あらかじめ用意していたその、まあ、和本的なものをですね、仮閉じするというようなこともしています。この小寄りを寄るというのは、まあ、意外に難しいもので、なかなか簡単ではないんですけども、そのいろいろ工夫すれば、そういう体験学習もできるという例としてお話しいたしました。それでは具体的なお話をさせていただきたいと思います。まあ、書物の国日本と書いてありますけども、まあ、世界もいろいろ回らせていただきましたけども、日本ほど古くて多彩な書物が膨大に現存している国は他にはないように感じます。で水害や火災などが頻繁に起こる国であるのに、我々の身近に古い書物はたくさん存在しているんですね。で、まあ、東京の神保町は世界最大の古書店街と言われていますけれども、京都や大阪をはじめとして全国のあちこちに和本を扱う古書店は存在しておりますし、またネットショップやネットオークション上でも和本は日常的に取り扱われています。ヤフーオークションは言うまでもなく、メルカリなんかでも和本は扱われているんですね。で日本人が書物を愛し、ずっと作り続け大切に保存してきたことは、まあ、これらのことからも明らかなわけです。で和本を知ることは日本の歴史や文化、あるいは日本人そのものを知ることでもあると私は思います。そのような和本を教材として利用する方法というのは考えれば無限なのではないでしょうか。で、まあ、この古典の回ではまず和本を教材として活用するということを考えているわけですけども、それを行うためには必要となることがあるのではないかと思います。まず大切だと私が思うのは、まあ、和本に関する基礎知識を、まあ、教える側が、まあ、ある程度身につけるということだと思います。でそれは、まあ、和本の、まあ、簡単な歴史、それから和本の基本的な形態や、まあ、使っている紙などの知識だと思います。でこれは当然その授業で、話せば、生徒さんたちの質問があるわけで、それにある程度答えられるためにも必要であるというふうに思うわけです。まあ、ここに挙げてあることは、まあ、この和本の歴史のごく基本的な事項で一説明はいたしませんけれども、まあ、ある程度の知識というものをこう得るということは大事だろうと思います。で、またこれと話変わりますけども、まずその日本の書物は本を見渡してみたときに、先ほどもまあ申し上げましたけど、指導文庫で中国や朝鮮半島あるいはベトナムの本と和本を比較する視点で見たときに、
非常に驚いたことがあります。というのは和本というのはそれらの国々の書物と比べると、まあ想定というのは本の作り方ですけども、それや大きさ、それから形、表紙の色やデザインなどといったところが実に多彩であるというところが大きな特徴であると感じます。でそうなった理由について考えてみますと、中国他の国々では版本が書物の中心であったのに対して、日本では印刷技術が伝わった8世紀以降も写本の時代が長く続いたということが、その多様性を保ちやすかった理由だと思われます。これは印刷物というのは基本的に大量生産ですので、大量に作ることに向くように企画されていきますけども、写本というのは一点物ですので、そういうその効率性とかそういう多産というようなことを考える必要がないということでもあります。でその和本の想定が、まあ、その作り方がさまざまな種類があるんですけども、いつもお話しするのはまず基本的な5種類というのを理解するのが大切でしょうというふうに申し上げております。でその5種類というのは、ここにありますような貫首層、折り本、鉄彫層、鉄溶層、列上層、この4番がこう呼び方が一定してなくてなかなか難しいのですけども、本日は鉄溶層で統一させていただきます。そして袋閉じの5種類です。でこの5種類はその中国あるいは朝鮮半島を経由して大陸から伝わってきた作り方の順であると一応考えられます。で大きな特徴をまとめておきますと、1から3までは紙を糊を用いてまとめているもので、4番と5番はその小よりや糸を用いるというのは紙に穴を開けて閉じてあるということです。そして現在の書物と同じような、いわゆるページをめくるような差し体と呼べるものは3番、4番、5番である。でまた、紙は裏と表がありますけれども、裏表両面を使うのを基本としているのが3番と4番、1番と2番は裏を利用することもある。で5番は構造的に裏を使えないというような特徴があります。でこれをこう、まあ、分かりやすいこうイメージ図といいますか、そういうもので説明すると、まあ、このような形になりまして、まあ、一口に和本といっても様々な作り方があるんだということをご理解いただけるかと思います。で、まあ、授業で使うとなりますと、まあ、やはり基本的には江戸時代の書物が特に印刷されたものが中心となりますでしょうから、それらはほとんどがこの5番の袋閉じですのが、それ以外のものもあるということですね。そういうことも説明すると良いかもしれません。またこの鉄溶層、4番の鉄溶層なんですけども、大きく2つの基本となる形があります。それは四つ半本と六つ半本と呼ばれるもので、簡単に申しますと、縦長の長方形のものと正方形のものとの2種類があるわけです。で、これは何が違うかと申しますと、その基本となる使用する紙を最初に折る際に、四つ半のものは、長辺を長い方を縦にして高さの半分で折りまして、それを折ったところを切って重ねてまた半分に折って作るという、元の紙の4分の1の大きさになるので四つ半と申します。それに対して六つ半本はやはり長い辺を縦にして、三つ折り、高さで三つ折りをして、そこで折り目を切ったものを重ねて半分に折って作ると、元の6分の1で六つ半本と言いまして、ほぼ正方形に近い形の本が出来上がるという仕組みです。で、以上その5種類とさらにその2種類に分けたものをご紹介しましたけれども、なぜその知識が必要になるのかと言いますと、その和本にはですね、どうも想定にヒエラルキー、階層が存在するということが理解できるからです。で特殊な用いられ方をした織本、二の織本と鎌倉中期以降あまり用いられなくなる。これは糊をたくさん使って、その紙を食べる虫が その糊を好むということで次第に使われなくなった。鉄彫層というものを、まあ、除外して考えた方が分かりやすいということです。で残る3種類の間では結局大陸からの伝来順というふうになりますけれども、
その伝来順というのを考えますと、例えば国語教育との関係で言うと、その漢字の読みにはまあ訓読みと音読みというものがあるわけですけども、音読みというものがまあその何種類もあって、その日本人はもっとよりその外国の人にも日本語を学ぶ難しさの大きな一因になっているわけですけども、その漢字の音読みというものも結局その時間差でこう伝わってきた、その知識や文物ものと一緒に伝わってきて日本で蓄積していったというふうなことがあるわけですけれども、この想定もですね、それぞれに最新の大陸の知識情報が保存されて日本に伝わってきて、でその本の作り方も、まあ、残存したということで、この音読みの種類に種類があるのと、その想定に種類があるのっていうのは極めて近い位相にあると、関係にあるということで、その大陸の文化を授与し続けてきた日本ならではの特徴と言えると思います。で、その3種類なんですけども、結局一番ヒエラルキーが高いのが漢数層でして、続いて鉄要素、そして袋閉じというふうな順番になります。でまた鉄要素も先ほどお話ししたように長方形と正方形、4つ半本と6つ半本があるのですけども、これも長方形の4つ半本の方が正方形の6つ半本よりもヒエラルキーが高いというふうに考えることができます。で結局その全ての想定で漢数層巻物というものが最上位にあるということが和音を理解する上でとても大事な知識になると思います。で、その漢数層というものが最も権威があるということの、まあ、証拠といたしましては、の天皇や院の命令で作られる古今和歌集以来の、まあ、直線和歌集というものがありますけれども、その完成して天皇や院にこう献上する草乱本というものは、その漢数層で作るというのが古実になっていたということが、その漢数層の権威の高さを象徴していると思います。で、その目的を同じくする道具に複数種類があるというときには必ず使い分けが行われているというのが、本に限らずさまざまな道具の世界共通の事項だと思います。で、その本文や、まあ、そのいわゆるテキストを保存する道具である書物にも想定がさまざまあるということは、当然使い分けが行われているわけです。その使い分けと先ほどのヒエラルキーというのは密接な関係を有しています。で今申し上げました最もその格の高い漢数層というものがどのように用いられてきたかということをこう確認していきますと、その保存される作品との間に相性があるということが分かります。つまりその格の高い想定なので、何でも保存されるわけではなくて、保存される内容が選ばれたということなんですね。で例えば文学作品では漢詩や和歌は保存されますが、物語だと歴史物語などがまあ保存されるかなといった程度であります。それに対して源氏物語ですとかのその作り物語、あるいは伊勢物語や大和物語の歌物語はどうもその漢数層ではには保存されないのではないかという傾向が認められます。でその理由を考えてみますと、作り物語というのはいわゆるフィクション、虚構です。で当時は、まあ、仏教的な考え方というものが社会を支配していましたので、その仏教的に嘘をつく罪にあたる、まあ、その物語を作るということ、書くということが仏教的に嘘をつく罪にあたると認識されたことにより、物語類というのは社会的な地位が低かったということと関連すると考えられます。まあ、象徴的な例として有名な話ですけども、紫式部は源氏物語を書いたために地獄に落ちたという説明が平安末からいくつかの説話集等に見えているところであります。でまた先ほどお話ししましたその鉄要素の長方形と正方形の差でなんですけども、これもその保存されている作品を調べてみますと、まあ、鎌倉時代に限定するとですね、
漢詩叢に保存される和歌の類は四つ版の方が六つ版よりも圧倒的に多い。それに対して作り物語は六つ版の正方形の方が縦型の四つ版より断然多いということが確かめられます。また同じ歴史物語でも映画物語と大鏡では漢詩叢の存在も確認できるんですけども、鉄要素に限定すると映画物語というものは六つ版が目立つのに対して、大鏡は四つ版ばかりで六つ版が確認できないという作り方の差を確認することができます。でその理由を考えてみますと、大鏡の方が映画物語よりも物語性が薄く歴史書に近いということと関係するかということが考えられるわけです。でまた、その鉄要素と袋閉じとを比較してみますと、これも出版が普及していく江戸時代以前の室町時代に以前に限定すると、源氏物語や伊勢物語は圧倒的に鉄要素が多いのですけれども、軍記物語は袋閉じの方が断然多いというような差が確認できます。これはそのそれぞれの作品の文化圏あるいは需要層の違いに今起因するものかというふうに考えられるわけですけども、結局そのどのような作品がどのような想定に保存されているかというその選択にはやはり それなりの理由法則というものがあるらしいということが分かります。もちろんこれは自然現象ではないので万能ではありませんけども、その大まかな傾向をつかんでおくということは和本理解には大切な知識だろうと思います。で例えばその書物を見てみますと、このような面白い傾向を確認することができます。鎌倉時代のその書道の伝書という知識をまとめた本があるんですけども、でその知識の中に和歌関係のものは箇所は表紙の左肩に台をかけ、で物語は中央にかけというようなことが書いてあります。で調べてみますと、これはかなりまあ守られていて、江戸時代になってもその奥公家なんかが関与するようなあるいは高級な書物では比較的よく守られているということが確認できます。でそれは確認できるんですけども、それらの本やなんか見てもなぜ和歌が左で物語が真ん中なのかという理由は書かれていないんですね。でそれもですね、まああれなんですけど、もう一つ面白いのは、伊勢物語はどちらでも良いなどと書いてあったりするんですね。やっぱりこの歌物語というものが、まあ、箇所なのか物語なのかというですね、そういう性格が、まあ、そのことと関係しているんだろうということがまあ分かるわけです。でその理由なんですけども、これもその書物自体に注目すると簡単に推測がつきます。例えば最も格の高い巻物漢詩叢なんですけども、この表紙を広げてその、まあ、表といいますかひっくり返してこういうふうに見てみますと、ちょうど表紙のように見えるわけですけども、題名はどうしても左肩のところにつかないと正しく見えないわけですね。ですのでその左肩に下題がある題名があるというものは、その内容は漢詩叢に保存されうるものなのだ、それに対して真ん中にあるというものは漢詩叢にならないものなのだということを意味しているというふうに考えると非常に理解しやすいかと思うわけです。でここでまたお話を変えてですね、その具体的に教材に和本を利用するとしてどんなものを使えばよいのかというふうにことにお話を移していきたいと思います。例えばまあよく教科書でも取り上げられる有名な作品に伊勢物語があります。でじゃあ伊勢物語の和本使おうっていうのは簡単なんですけども、一体その授業でどの伊勢どういうものを使えばよいのかってことなんですけども、私自身伊勢物語を専門に研究しているわけでもありませんし、伊勢物語を集めているわけでもないんですけども、やはりこうたくさんありますので、おのずと集まってきましてですね、今ここに写っているようなものをまあ持っております。で上がですね写本で、下が版本、印刷された版本になります。でもう本当にどれを使えばよいのかっていうようなことになるわけですけども、
まあ、比較的大きいものからかなりちっちゃいものまで、あの丸く見えてるのは100円玉で、大きさをイメージしてもらうためにいただくためにこうつけておりますけども、こんな感じでいろんな大きさのものもあるわけです。また中を広げてみますと、写本のものと版本のもの、まあ、似てるものもあればちょっと違うものもありますけれども、版本もですね、江戸時代、まあ、そのひらがなのものは江戸時代になってから本格的に印刷されるようになりますけれども、やっぱ古いものほど写本に近く句読点や濁点がなく、だんだん時代が下っていくほどに、その読みやすくするために句読点濁点、あるいはまあその様々なその小段の数、小段数なんかが加わったりというふうに、工夫がなされていきます。ですので、こうどちらが読みやすいかといえば、まあ、新しい版本の方が読みやすいとか言えると思います。でまた、まあ、その特に小学生やその中学生などに興味を持ってもらうためには、やはりその英理本というものが良いかとも思われます。で日本の和本の大きな特徴の一つに英理本が非常に多いということが言えると思います。これは世界的に見てもですね、日本の書物というのは本当に異様なぐらいに絵が入っている、特に江戸時代の版本の絵の入っている率っていうのはちょっと本当に高いというふうに感じるわけで、伊勢物語も何種類も英理本があります。今ここには4種類しか写っておりませんけども、その一部でして、こんなような感じでこう絵が入っているわけです。ですので、まあ、興味を持ってもらえそうな絵で少しでも親しみを抱いてもらえれば良いかなというふうにも思います。でまたその古い写本とその18世紀のこの版本なんか比べると、まあ、その比べてみるということもですね、いろんな発見があったりして面白いのではないかと思ったりもします。伊勢物語ですけども、このような挿絵といってもですね、江戸時代の風俗で描かれたものが加わっていたりとかっていうですね、そういうこともあります。でまた、くずし字だけを純粋に学ぶということで言うと、室町時代ぐらいの武家さん的な人物が関与した写本の方が、この読みやすくて向いているかもしれないと思います。今写ってるのは15世紀のものですけれども、こういうようなものです。でまたその、またその江戸時代のその版本、英理版本なんかを使うだけではなく、その今現在またもご説明しますけれども、今そのインターネットを通じてさまざまな和本のデジタルデータを簡単に入手できて授業で利用することも可能になってきましたので。そういうものと合わせて利用するとより親しみが増すかもしれません。で今ここにはその17世紀の、その英理挿本と絵巻物の例を挙げてあります。で、その授業で使える画像をまあ求める方法としまして、まあ、これごく一部ですけれども、最近公開されたカルチャルジャパンというページではですね、世界中で発信されている日本文化に関する情報100万件を検索できるということで、まあ、和本だけでなくさまざまなものがもう検索できるわけでして、もう伊勢物語とか源氏物語で検索すると多すぎて困っちゃうぐらいな感じに情報が集まります。またそれとも密接な関係があるジャパンサーチというものもあります。またその和本に特化して画像を探すということであれば、国文学研究資料館の新日本古典籍総合データベースなんかが便利ですし、また立命館大学がなさっておられます ARC 古典籍ポータルデータベースも海外のものも含めてですね、30万件を検索できるという大変ありがたいものです。またその国立博物館の所蔵品のみに特化した検索ができるという点で、コルベースという便利なサイトもありますし、またユネスコとアメリカ合衆国の議会図書館が運営する国際的な電子図書館のワールドデジタルライブラリーというところでも和本を見つけることができます。本当この他でも単独で和本をたくさん持っているその海外の美術館博物館
大学図書館等でどんどんデジタル画像が公開されていますので、それらをこう積極的に利用すると本当に豊かな事例を生徒さんや学生さんたちに示すことができるようになってきています。検索の際に日本の作品をローマ字なんかで検索するというのも、まあ、簡単にそういうものを見つける、まあ、単純な方法と言えると思います。またその和本に親しみを持ってもらうために、やはりその絵理本というのも良いのですけれども、やはりもうその何といっても豪刊というジャンルの本が一番有効ではないかというふうにも感じます。でも今現在も売られて人気のある、世界的に人気のあるコミックスと豪刊というのは本当に製法が違うだけで基本的に違わないんじゃないかと僕なんかもしょっちゅう感じるんですけども、例えばここにある意味あり月春の夕映えというものは2冊セットでこう並べる手がつながるようになってるんですけども、もう完全に漫画と言えるようなその絵だと思います。で中もこんな感じで、なんか そんな江戸時代のものなのとはとても思えないというようなですね、親しみを抱いてもらえるのではないでしょうか。でまたそういう分かりやすい単純なそうな内容なのに、こう読めない文字で書いてあるっていうところでぜひ読んでみたいというようなことをですね、子どもたちが感じ取ってもらえるとこうすごくありがたいなとも思ったりもします。これ江戸時代の大衆的なとか、まあ、庶民が読んでいたもので、ひらがなが多いものでもありますので、ちょっと練習すれば読めるようになるものでもあります。でまたそれ以外に和本というものは国語科で使うだけではなくて、さまざまな科目その他で活用することが可能であるというふうに考えます。で特にその和本というのはまあ、歴史の生き証人としての特徴も有しているので、まあ、歴史の授業なんかでも利用できるんじゃないかと思うんですけども、先ほどご紹介したこの豪華な本、これ江戸時代の17世紀に大名家の嫁入り道具として作られたと思われる本なのです。で左上のこの金の紙はですね、この表紙の裏側で本当に純度の高い金紙を使っています。で下の伊勢物語も表紙の裏はこのような極彩色絵が描かれていたりしまして、本当に豪華なものが17世紀にはたくさん作られています。で、こういうものは結構今でもゴロゴロしているといいますかですね、それほど珍しいものでもありませんし、また、まあ、比較的安く買える場合もあったりします。一冊バラ売りであればですね。で、ところがですね、こういう本がですね、18世紀、17世紀多いんですけど、18世紀になると急に少なくなるとか、ほとんどなくなってしまうんですね。それなんでなぜだろうというふうに考えてみますと、これは例えば大名家、これの主な顧客であった大名家がですね、参勤交代ですとかそういうものでどん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 犯罪性が逼迫していった関係で、そういうものを作る余裕がなくなってしまったんではないかというようなことを考えたりする、まあ、材料になるわけですね。でまた日本史なんかでですね、その江戸時代の三大改革っていうものを、まあ、必ず習うわけですけども、今一つピンとこないところあったりしますけれども、和本見るとそれをこう具体的に実感できる場合があったりもします。例えばここにおぼろ月猫の草子というやはり豪刊の表紙があります。ちょっと傷んでて申し訳ないんですけども、同じ第3編の表紙なのに墨だけのものと若干こう多色のものとがですね、2種類あるわけなんです。同じ作品の同じ編なのにその色違いのものがこう2つあるっていうことがやっぱり不思議なんですけども、これが何と関係するかということなんですけども、墨だけの表紙のものは天保16年に刷られたもので、色がついたものはその2年後の弘化4年、もうちょっとその3年後の弘化4年にですね、刊行されたものでありまして、結局この数年の差というものがどうも関係しているらしいと思われるわけなんですけども、もうその天保16年ということでピンと来られた方もおられると思いますけども、まあ、その通りでして、これは天保の改革と関係しています。でその天保13年の6月4日に
その絵草子の豪観は絵柄が複雑化して歌舞伎役者の似顔絵や歌舞伎の内容を取り込んで表紙やその表紙を包んで売るための袋が多色刷りになって高額で販売しているのが問題なので、まあ、以後はその質素契約にするようにせよというまあお触れが出るわけでして、まあ、その影響でですね、それまで豪華な多色刷りだった豪華の表紙が墨だけのものになってきたわけですけども、まあ、店舗の改革が、まあ失敗に終わってといいますか、水の叩く国が失脚したりしてですね、まただんだん徐々に戻ってきて、まあ、幕末期最も豪華が豪華な時期を迎えるというようなことにもなったりするんですけども、この本の作り方っていうのは江戸時代のこう様々なその経済的な問題であるとか法令とかですね、そういう政府の威勢者の、まあ、国家 の、 その政治単価と密接な関係を持ったりもしているということになります。でまた同じくですね、これは関西の改革の影響なんですけども、関西の改革でやっぱりあの影響を受けたんでですね、その、もうその完全懲悪の内容にするようにしろというようなことが出て、その文学作品の内容に変化が起こるんですけども、さらに文化元年にはですね、出版に関する触れで最近色刷りした絵本草子を多く見かけるので、今後は墨だけで出版し色を加えてはならないというお達しが出ます。これ先ほど見たのと同じような内容で、結局その何年かすると忘れられて繰り返し同じような法令が出されるということなんですけども、それによってその薄墨や艶墨というですね、黒いい色でその黒色の差でもってさまざまな表現を行うということが発達したということにつながっています。それがこの陳雪意見張り月の例なわけで、この薄い墨色をですね、すごくうまく利用していることが分かっていただけると思います。またあの小学校の教科書とか3年生ぐらいからローマ字教育というものも始まりますけども、これに興味を持ってもらうためにですね、日本で最も古いローマ字、最も古い頃のローマ字の事例というものも紹介するとですね、面白いかもしれません。有名な天草版平家物語という大英図書館に世界で一冊しかないものですけども、その扉はこのようにこうアルファベットで印刷されておりますけれども、今ここに書いてありますように、これは当時の発音に従ったローマ字で、こう書いてあるので、日本人だとこう読めたりするわけですね。そういうこと、それを読めるという喜びというか、そういうことを実感してもらって、また発音が今と違うとかですね、そういうさまざまな方向に発展させることができるのではないかと思います。まあ、現在この天草版平家物語は国立国語研究所から画像が公開されてもいますので、便利に利用できます。またその和本というと文系というイメージが強いかもしれませんけども、理系でもさまざまに活用できると思います。例えばその江戸時代に和算というですね、日本的な算数数学が発達していたということは大変有名ですけども、その代表的な著述である吉田光義の人工記という作品があります。これは大変人気のあったもので、一体何種類出版されているのかわからないぐらいに出版されておりますけれども、その特に17世紀中のものというのは、この挿絵がとても可愛いというかですね、稚拙な感じにとても味わいがあって、本当にあの親しみやすいんじゃないかと思うんですけども、でここにですね、こう例えば三里ある道を三人にて馬2匹に乗るとき何里ずつ乗るぞとかいう、まあ、簡単な問題から難しい問題まで、まあ、様々なものがあるんですけども、こう江戸時代の人もこんな風にして算数勉強してたんだというようなことを理解してもらうと、こうちょっとやる気も起こるかもしれません。またあの音楽なんかでも和本は利用できる場合があります。例えばこれはあの老英譜、上の段は老英譜というものですけれども、漢詩や和歌をですね、声に出して歌う芸能というものが平安時代からありますけども、それのですね、発声の仕方をこう楽譜化して記したものになります。で、このようにこういうような線がいっぱい引いてあって、こう音階も示されているんですけども、この線のようにこう声を出して歌えば、まあ、なんとか歌えるみたいな風に、
こうなっていたりっていうものをですね、その音楽に対して親しみを持ってもらえるきっかけになるかもしれません。また声に出すものだけではなくて、舌は流滴という横笛の楽譜なのですけども、これはまあカタカナ使ってですね、タラリディリタリハリとかですね、そういうふうな形でこう曲をですね、まあ、教えてくれたりもしてですね、いろんな日本人の苦労の様というものを知ることもできたりもするわけですね。それから、先ほども言いましたように、和音というのはこう種類の多さというのは、この和紙の種類の多さ、また質の高さというものがそれを可能にしています。で、和紙の種類というのは非常に多くて、特に江戸時代の嫁入り本は豪華なものがたくさんあります。でまたそのさまざまなこう学校でその地域研究なんかをする際にですね、和紙の産地というのは江戸時代にたくさん増えました。これは藩財政が苦しくなって、手っ取り早くお金を儲けることができる和紙の生産というものが奨励されたことにもよるわけなんです。ですので全国各地で身近なところで和紙を作っていたというような伝承があったりもするし、伝承じゃなくても今でも作ってるところもあったりもするわけですので、そういうものをうまく利用していくということも良いのではないかと思います。でもうちょっとここはもう和本のことなのであまり詳しくは説明いたしませんけども、こう和紙の主な材料としまして岩皮、楮、三つ股というものがあるわけですけども、で現在またこのデジタル顕微鏡というのが大変安く購入できたりするようになっていて、こういうものをノートパソコンとつないでこの実際に授業で使う和本をみんなで覗いてみたりとかですね、そんなことも簡単にできていますので、できますので、そういうふうにも活用していただきたいというふうに思っています。でまたですね、これはなかなか入手が難しいとは思うんですけども、上質な鳥の子っていう紙はですね、触った感じが普通の構造紙、半本の構造紙なんかと全然違って、ツヤツヤしてこうあれなんですけど、また触るとですね、このような非常にこうパリパリとした音がしたりするので、そういうものも体験してもらえるといいかなと思ったりします。またその様々な加工法というのも拡大してみることで、理解することができます。またお米の粉をこう混ぜて紙を白くしたりとか、そういう工夫もしているわけですね。それから再生紙も古くから利用されていますけども、江戸時代は本の価格を下げるためにこう再生紙を使っていたりもします。これもそういう例です。また非常に薄い三つ股紙は普通の構造紙の半分の厚さで本を作ることができます。また土や泥を混ぜた紙もあったりもします。まあ、このようにその和本は日本の貴重な文化資源であり、日本ほど古い書物が豊富に、しかも比較的安価に存在する国は他にありません。今でも神保町とかに行きますとですね、その何冊かセットのうちの一冊で、あまりこう人気のないようなものだったりすると、それこそ300年前の本が一冊100円とか200円、あるいは1000円2000円とかで買えたりするわけです。これはちょっと他の国ではありえないことだろうと思います。でまた書物は文化のタイムカプセルであり、保存された文字や絵画の情報だけでなく、物質としての存在自体に非常に膨大で多面的な情報が保存されています。そのことを理解することは子どもたちの未来にさまざまな形で役立つはずだと私は考えます。また授業の教材として和本に触れることは、その教科の学習意欲や探究心を増すことはもちろんのこととして、人として幸福に生きていくための知恵を育てることにつながるのではないでしょうか。また日本の書物文化を知っていることは、今後の国際社会で活躍する上でも非常に役に立つのではないかと、これは私の実感ですけれども、和本を知っているということで非常なさまざまな幸運な体験をできていますので、これは確実に言えることではないかと思います。で本当に海外で人気があるということは、この2019年に開催されましたメトロポリタンミュージアムのザ・テイル・オブ・現時点なんかでも大変多くの人が見に来られていました。
参考文献を上げておきますので、また今後、画像公開の時に見ていただければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。本当に聞きづらい声で申し訳ありませんでした。